はい、どうも社畜だ。お前ら元気か。俺はまああまり元気じゃないかもしれないけど、今日はな、俺の休日の過ごし方についてでもちょっと軽くまとめたので紹介していきたいと思う。まずは起きたら家の近くにあるすき家に行く。ぼっちの休日の朝遅い。そして昼食を食べ終えた俺は、リア充どもがあふれかえるこの繁華街で特に意味もなくブラブラしている。まさに暇人だ。繁華街をぼっちでブラブラした後に近くにあるスタバに入る。スタバに入ると意識の高そうな奴らが窓際でドヤ顔をしながらマックを広げている。俺もその中に混じりドヤ顔でマックを広げ、スプラトゥーンの実況動画の編集をする。そして気づいたらもう夕方になっていた。あまりの孤独さに俺は発狂し、そのままの勢いで道頓堀へと飛び込んだ。俺は道頓堀の川をすごい勢いで泳いだ後に、まさに不審者のごとくナンバを徘徊している。そしてまたまた時間は過ぎていき、気づいたら時計は20時を指していた。もちろん晩飯は牛丼だ。あまりにも松屋に行きすぎて店員に牛丼並み320円というあだ名をつけられている。スプラ実況者の俺はもちろん夜はスプラトゥーンの動画を撮るために日々奮闘している。内心他のゲームの実況もしたいと思っているが、残念ながらスプラトゥーンの動画以外は全く伸びないため、仕方なくこのゲームを実況しているっていうのはここだけの話だ。スプラの動画1万回再生に対してマリオカートは1500再生、新夜回りに関しては1000再生ぐらいである。俺はそれを見た瞬間に静かに息を引き取った。スプラ実況社会一の真面目と呼ばれる俺は、もちろん23時頃になると生配信を欠かさない。どれぐらい真面目かというと、リスナーから大学の授業を常にサボってそうだねって言われるぐらい真面目そうだ。はい、ではでは今日はこの辺りで終わりたいと思います。普段は真面目に、いや超真面目にスプラ実況とかをしているので、もしよければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。多分近々荒野行動とフォートナイトの生配信とかもしていくと思うので、ぜひ皆さん来てください。ではではお疲れ様でした。